今はですね、農林水産業従事者の方だけに、地域を維持することをお願いするっていうのはかなり難しくなっているんですね。例えば阿蘇ではですね、草原があって、この草原というのは毎年毎年火を入れないとですね、その新しい草の芽が出てこないということで肥料しなきゃいけないんですが、これは酪農家がずっとやってたんですけれども、なかなか人手が足りないというふうな時にですね、ボランティアの人が来てですね、それで野焼きをするというふうなことが今普通に行われているわけです。そういう意味で、日本ではですね、多様な主体が参加して、この伝統的な農林水産業の維持に貢献していくということをですね、これを視点として入れました。さらにはですね、一次産業、二次産業、三次産業を掛け合わせるような、つまり付加価値をつけていくような農林水産業というのをもっともっと進行していくということが必要だと、これはですね、この3つの観点はちょっと世界的な共通の認定基準とは違うですね、日本なりに重視しなければいけない観点として、日本農業資産の認定の中ではここも重視しながら認定作業を進めさせていただいているという状況であります。で、これは日々所長からも先ほどお話がございましたように、今どんどんとこう認定地域が増えておりまして、もともと中国から世界農業遺産の認定が始まったというこういう経緯がございます。で、私は以前国連大学で副学長を務めさせていただいておりましたけれども、私どもその中国の認定のお手伝いを国連大学がずっとやってきたという、こういう経緯があってですね、ずっと中国の人たちとは未だに非常に深い付き合いをさせていただいているわけですけれども、そういうことも反映してですね、中国が非常に多いわけですが、日本はおかげさまでですね、皆さん、大変関心を持っていただいて、それに次いで認定の地域数が多くなっているということであります。もともとは地球環境ファシリティという国連に準ずる組織があって、この組織がですね、開発途上国の農林水産業を振興するためにこの世界農業遺産 GIAS という仕組みを始めたわけですけれども、それに対して私が中心になってですね、いやいや、こういうふうな制度っていうのは開発途上国も大事だけれども、日本のような先進国もとても重要な制度ではないかと思いますよということを申し上げてですね、当時の責任者に了解を得て、日本が認定を始めたという経緯があります。で、今日本が認定を始めてですね、あ、そうか、先進国でも認定できるんだということになってですね、この地図で見ていただきたいんですが、イタリアとかですね、スペインとかポルトガルとか、こういうですね、ヨーロッパの先進国でも、認定が進んでいくという状況であります。同時にですね、アフリカとかそれから南米とかでもですね、これ開発途上国が中心ですけれども、認定が進んでいるということで、世界全体の大きな取り組みになってきているということであります。今年の2月現在では今そこに記されたような非常に多くの認定地域が登場しております。そうした中で、京都地域ですね、私も最近お邪魔をしてですね、いろいろと地元の皆さん方と交流する機会がありましたけれども、本当に皆さんですね、これから地域をですね、農業遺産をテコにですね、発展させていこうという機運が高まっているようで、大変嬉しく思ったわけであります。これについては後ほど地元の皆さんからのプレゼンがあると思いますので、これが認定されたということについてのご紹介にとどめたいと思います。同じくですね、宮古地域ですね、先ほど新聞記者の方にお話しさせていただく機会があってですね、この地域は何が特徴だったんですかということを、聞かれましてですね、私はいわゆる琵琶湖という
水面の中心の地域と、それからその周りにある水田の地域ですね。この地域がですね、生き物を通してこうつながっているというですね、まさにその水田が魚を育んでいて、その魚が琵琶湖で大きくなるというのはですね、こういう、まあ、陸と海を湖をつなぐですね、大きな生き物を通した交流の姿こそがですね、この琵琶湖地域の非常に大きな特徴だというふうに、まあ、申し上げました。まあ、また後ほど地元の方からの説明があると思いますけれども、私としても大変これが認定されたということを嬉しく思っております。これ今認定、これからしようというふうな地域でありまして、和歌山県の有田下津地域です。有田美観というのは皆さんご存知だと思うんですが、これは割とですね、すぐに出荷してですね、食卓に上るっていうんですが、下津地域のみかんというのはですね、蔵出しみかんといって、みかんそこに貯蔵しておくんですね。それで糖度を増すようにして、でそれを出荷するというふうな形をとって、この2つはちょっと違うんですが、いろいろと調べてみるとですね、なんとこの有田地域と下津地域は地質が違うんですね。で下津地域の方は糖度の高いみかんがなかなか取れないんです。だから蔵出しみかんということで一旦貯蔵してですね、そこで糖度を上げて出荷をするというふうなことで、この2つの地域がですね、実はこれバラバラに申請してこられるんです。で私はですね、これはむしろバラバラに申請するよりも合わせて、しかも2つの地域の違いを際立たせて、それを地質やそれを生かした人々の営みで説明をしていくと非常に説得力がありますよということを、まあ申し上げたらですね、まあ当時の、和歌山県知事の仁坂さんもですね、いやそれでいきましょうと、こういうことになりましてですね、今これは申請を出すということになっておりますので、まあ、ぜひ八木先生には側面から支援をしていただきたいと思います。これ FAO の審査になってですね、一番困るのは、私も経験したんですけども、自分の国のことをですね、あんまりよく言えないんですね。なんかエゴ利益っていうふうに思われるので、まあ、ですから実は八木先生にはですね、農林水産省の委員からは外れていただいてるんです。だからもっと自由に発言できるようにということでですね、まあ、そういうふうな形にしているわけですけれども、まあ、しかしそうは言ってもぜひ応援していただきたいと思っております。日本農業遺産の認定地域ですね、玉島山麓とそれから比企丘陵ですね、この2つが、まあ、選ばれたということですね。玉島山麓地域、これはですね、河川の氾濫で自然災害が非常に大きいところで、しかしその自然災害が多いような氾濫する地域っていうのは実は農業生産性高いんですね。だから高いけれどもリスクがある。で一方ですね、あんまり高くないけども、その台地の上から関係者地、ここはですね、そういう問題がない。でだからですね、この地域は本当にびっくりするんですが、一つの農家が二つの違う環境をですね、所有して、そして日常的にも災害時にも体制を持つような、形の土地利用を営んでいる。でよく専門用語でリジリアンスっていう言葉があるんですが、この言葉はですね、要するに変化に対してより強靭なという意味なんですね。でそういうふうな仕組みがこの地域には残っている。それから埼玉県の比企丘陵地域ですね、こちらの方はいわゆる天水だけでですね、ため池を作って考えをしているというですね、そういう非常に優れた八つ沼の農業システム、これが現在も残っている。でこの専門家が我々の委員会におられるんですけど、専門家に言わせるとですね、どっかから水を引いてこないで天水だけで灌漑をしているっていうのは
極めて珍しいんだそうです。だからそういうものが維持されているという仕組みとして評価されたということになります。これがその具体的な例ですね。で、私はですね、災害文化論っていうのをですね、少しこの議論の中に入れるともっとこう幅が広がってくるんじゃないかなということを申し上げてですね、でその災害文化を支えるいろんな知識、そして人々の慣習、こういうものをもっともっとより議論を深めていくと、いいんではないかなということを申し上げております。またですね、引き丘陵地域ではですね、確かに天水のみでの灌漑システムというのは非常に評価できるしですね、何よりもそういうふうな環境であんまり外からですね、影響を受けてないような生物の豊かさというのも維持されている、これは非常に高く評価されているんですけれども、もう少しですね、広く丘陵地というそういう自然域とですね、それから今のような農業システム、この関係をもうちょっと明確にしていくと、もっともっと説得力のあるものになるんではないかなというふうなことを申し上げたわけであります。で、昨年の12月ですけれども、カナダのモントリオールというところで生物再生条約という条約が、国際条約がありますけれども、この国際条約でですね、新しい世界の目標が定められました。でこれ本来中国でやる予定だったんですね、中国の昆明で。ところがなかなかですね、ゼロコロナ政策で中国に入ることができないというような状況が続いてですね、最終的には中国で1回会合したんですけども、そこで結論が得られずに12月に、昨年の12月ですけれども、モントリオール、これは条約事務局がある都市なんですね、そこで開催をしたということです。そしてその結果としてですね、さまざまな目標が定められたわけですけれども、一つだけ覚えておいていただけるとありがたいと思っているのは 30x30 という考え方です。これは2030年までに陸域の3割、それから海域の3割、これを保全していこうという、こういう考え方です。で今の保護地域だけではですね、そんな数字にはなかなかならないんです。でそこでポイントになるのは何かというとですね、農林水産業が営まれているような人の手によって管理された自然です。ただしその管理の仕方がですね、いわゆる非持続的な管理の仕方であれば、それは 30% という中に入りません。ですから 30% に入るためにも、世界目標を達成するためにも、より持続可能な農林水産業を営んでいくということが重要であるということが、こういう国際的な議論からも分かるわけであります。またコロナで休止されていますけれども、私たちにはですね、東アジアの共通の農林水産業の考え方があります。これはヨーロッパのような人と自然は別だという考え方じゃなくて、人は自然の一部であるというこういう考え方です。そういう考え方に基づいてですね、中国、韓国、日本の各地で、農業遺産学会というものを開催をしてきました。今年はですね、中国浙江省の鎮塩というところで開催をする予定になっておりまして、私もぜひ参加させていただきたいと思って今予定を調整しているところですけれども、こういうふうな国際的な視野にも目を配りつつですね、今後の世界農業遺産、日本農業遺産のワークにおける発展というものをですね、皆さん方で一緒になって考えていただければいいんではないかというふうに思います。以上、私からの講演とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。竹内様。